ローカンナはアメリカ合衆国の政治家、弁護士。2016年にマイク・ホンダを破って当選した。アメリカ民主党所属。本名ローヒト・カンナー。1976年にペンシルバニア州フィラデルフィアでインドから移住した両親のもとに生まれた。父親は科学者でインド工科大学とミシガン大学を卒業した。ローカンナはシカゴ大学で。 経済学を学んだ後に、エール大学の法学部に進んだ、知的財産に関する法律が専門。スタンフォード大学で経済学の講師、サンタクララ大学の法律の講師も務めた。2014年の連邦会院議員選挙に、カリフォルニア州17区から立候補し、アップルやグーグル、ヤフーなど、シリコンバレーの IT 企業幹部からの支持を得たほか、 世界抗日戦争史実、囲碁連合会の支援を受ける。この選挙では、マイク・ホンダに、僅差で敗れ、落選したが、2016年11月の選挙で、ホンダを破り、連邦会院議員に当選した。慰安婦問題や尖閣諸島問題で、反日的な立場を取っているとされる。小森義久によると、カンナは2013年5月、尖閣諸島問題における、 中国の立場を全面的に支持する内容の論文を、抗日連合会のピーター・スタネック会長及び、イグナシアス・ディンフク会長と連名で、地元紙、サンノゼ・マーキュリーに寄稿したこともある。小森はカンナを、本題以上の真中反日、と評している。ABCD、米中間選挙、慰安婦問題非難のマイク・ホンダ氏、僅差で8000。3、K、ニュース。 http コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ141105スラッシュ wor1411050043-n1.html2016 年11月10日閲覧。abc 小森義久。井戸啓度、本田市場の、新中半日候補。産経ニュース。 http://www.sankei.com スラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ140419スラッシュ w r 1 4 0 4 1 9 0 0 1 1 n 2と HTML2016 年11月9日閲覧マイカホンダ議員が落選前改善慰安婦問題で日本避難決議を主導。3K ニュース http://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ161109スラッシュ WOR1611090101-n1.html2016 年11月10日閲覧。ありがとうございます。